雲の間から太陽が物憂げな表情を覗かせています。フットボールフリークの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。コンサドーレ札幌対鹿島アントラーズの試合をお送りいたします。解説は新藤克義さんをお招きしています。新藤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。まもなくスターティングイレブンが発表されます。試合前に一言伺いましょう。新藤さん、今日の試合はいかがでしょうか。両チームともにタレントが揃っている中盤で激しい攻防が予想されますね。両チームの選手がピッチに出てきました。アントラーズ、アウェイに乗り込んでの戦いになります。今、試合前の記念撮影が行われています。現在札幌のスターティングメンバーをご覧いただいております。そして鹿島の先発メンバーをご覧ください。札幌のキックオフで試合が始まります。今日の試合に対する意気込みが伺えますね。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはコンサドーレ札幌、佐藤、大森、夏田、森、美樹、野々村、アウミー、左からのセンタリング、バックパス、よく見てます。バンド、ファールを取られた。カードが出なくて助かりましたね。キッカーは野々村。これを競り合う。10分経過、中央、これはファールでしょう。大きなチャンス、ウィール、いい位置でスローインを得ました。これはいい位置ですね。右からのセンタリング、中田、入れさせません。責任感あるプレー。右へ、中央だ、山瀬、左へパスを通します。20分経過、自分で行くか。スローイン、うわ、抜かれた。折り返した、ジャンプ、前半にここからシュート、力が入ってしまったか。ゴールを割らせません。ここまでのボール支配率はコンサドーレ札幌 85%、 鹿島アントラーズ 15%、 ボール支配率に差が出てきました。右へ奈良橋、左へ、前半30分過ぎました。自分で行くか、ちょっとこれは強引だったか。ウィル、ウィル、それにしてもこのスタジアム目もかかむような青い芝が印象的ですね。これはいけない。しかし今のは耐えて持ち込んでいればチャンスだったかもしれませんね。さあ、いい位置でのフェースキックです。壁は2枚、キーパーが壁の位置を指示しています。中へは入れさせません。前半あと10分です。これからしばらく大事な時間になります。前へ、アウミ、前半残り5分です。森、前に出した、ハブチ、中田、スローインです。攻撃のリズムを変えてきます。山瀬、これはいいパスだ。前方へ、田淵、
味方を探す。ここで前半終了。前半戦のダイジェストです。さあ前半26分、これはもったいない。さあもう一度見てみましょう。ここまでの途中経過をお伝えします。さあセカンドハーフです。アントラーズ、ここまでの劣勢を挽回できるのか。アントラーズ、もう一度流れを引き戻せるのか。ウィル、チャンス。シュートコースがありませんでしたね。ゴールを割らせません。後半5分経過しました。柳沢、よく見てます。素早くプレスをかけます。味方が手を挙げてますよ。バックパスです。後半10分経過。相馬、熊谷、小笠原、奈良橋、大森。後半15分、シュート。これはゴールキックでしょうか。ゴールを割らせません。ここまでの得点です。得点は0対0。さあこの後どのようなドラマが待っているんでしょうか。鈴木、後半20分経過。ビスマルク、仕掛けます。山瀬、バンド、ハブチ。後半25分経過。確実にボールキープ。バンド、ウィル、秋田。さあここで柳沢、鈴木。試合時間は75分を過ぎました。これは危険なタックル。キッカーはビスマルク、32歳。アントラーズ、少々押し込まれています。あと10分です。アウミー、打った。これはコーナーキック。コンサドーレ札幌、今日初めてのコーナーキック。鈴木、夏か、大森、ウィル、柳沢。ペースを作ります。奈良橋。さあインジュリータイムです。縦に出します。縦に出します。いやーすごい歓声です。おっと、今のはファールに見えましたが、ここでボレー。これは狙いすぎたかもしれませんね。ここで笛です。両チーム無得点のまま試合終了。鹿島アントラーズ、ゴールを挙げられず引き分けました。後半戦を振り返りましょう。まずはこのシーン。後半4分、これはもったいないぞ。今のプレー違う角度からご覧いただきます。後半18分、
ちょっと渋い表情です。今のシーン、別の角度から見てみましょう。次です。後半39分、攻撃陣としては辛いところですね。後半ロスタイム、ジャストミートできませんでした。ただいまのシュート、別の角度から見てみましょう。それでは新藤さん、試合を振り返っていかがでしたか？決定力不足といって片付けることができない、いい試合でしたね。なるほど、どうもありがとうございます。高桑、彼の今日の出来はいかがでしたか？はい、今日の彼は切れていましたね。はい、残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は新藤克義さんを迎えてお送りしました。新藤さん、ありがとうございました。失礼いたしました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。